日曜日の夜はベッドが広い眠らない思い抱いたまま朝を待つ帰る場所があるあなたのこと好きになってはいけない分かってたはじめからどれだけの思いならば愛と呼んでいいのでしょうかこの胸を締め付けてる気持ちに名前をください キスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくないから抱きしめられるとときめく心はあなたをまた信じてる声に出さないまま愛していると叫ぶの